こんにちは、ゆかりです。本日は久しぶりにユニクロでお買い物をしたので、そちらのご紹介をします。まずはこちらのラウンドショルダーバッグ、ユニクロの大人気バッグの少し大きいサイズバージョンです。実は小さめのショルダーも以前購入して重宝しておりまして、ナイロンなので推奨はされておりませんが、水洗いしたりしてとにかくノンストレスで使いまくっていたので、大きめサイズを期待しておりました。キルトデザインがレディーライクな印象で、中にはポケットが2つ、とにかく大容量でたくさん入ります。というわけで最近の荷物を並べてみました。 iPad にメガネ、水筒に日傘、ポーチ2つに携帯充電器、お財布をよく持ち歩いています。ポーチもいろいろ入れているので、ざざっとご紹介していきます。じゃん、こちらも無印のポーチなんですけど、これも小物類ですね。メイクパレット、消毒液、常備薬とか絆創膏を、あと命の水、目薬、あとこれアトマイザー、コンタクト、あとマスク、あと梅干し熱中症対策です。あと鏡ですね、これダイソーで買った鏡とかを入れてるポーチ、これは無印なんですけど、それと、あと最近もう一つポーチを持ち歩いてまして、今まであんまり入れてなかった小物とかですね。これは、あ、これね、最近買ってよかった、ダイソーで買ったうちわ、開くんですよ、あのちょっとしたうちわ、これめっちゃいいですよ、便利。あとこれはエコバッグ、エコバッグ、リップ、リップ、エアポーツで、あとアクセサリーとか持ち歩いたりするんですけど、なんかそういうのを入れたりしている袋ですね。これマルジェラで香水買った時にもらったレプリカのポーチですね。これに今ガチャガチャっといろいろ入れておりまして、私の持ち歩きたい荷物こんな感じですかね。まあ結構な荷物入ります。これ入れていくと、よっこいしょ、 iPad 入れて、メガネケース、日傘、水筒、ポーチ1、ポーチ2、あと充電器、携帯充電器ですね。私携帯充電器こんな感じのアンカーのやつ使ってます。アンカーの携帯充電器にお財布、これを入れてこんな感じ、まあまあパンパン、でもちゃんと閉まります。いや、これ超大容量、めちゃめちゃ入る。まだもうちょっと余裕ありますね。そうで、なんかいろいろ入れられそうです。でもしこれ旅行行くんだったら、まあ iPad 持たずに、あの今撮影に使ってるカメラ多分入るんじゃないかなと思うんですよね。うまいこと入れれば、これを横に入れつつ、なんかこの辺のスペースにカメラ入らないかな、入りそうな気がしていて、そんな感じでいけば一泊とか結構入るなっていう気はしているぐらい大容量ですね。なので日常で私は使うっていうよりも、割と荷物入れて持ち歩きたい日とかに使いたいなって感じですかね。という感じでたくさん入ります。 iPad 持ち歩きたい日とかに良さそう、ちょうど入る。というわけで、軽くいつものコーデに合わせてバッグを持ってみます。まずはシンプルコーデに必要不可欠なジュエリーを装備しまして、こんな感じでゆるっと過ごしたいです。長さを変えるとまた少し印象が変わりそうです。黒でいい。キルトより無地のデザインがいいなと思ったりもしていたのですが、キルトデザインも気分転換に良さそうですね。これからガシガシ使っていきたいと思います。
お次は久しぶりのパンツです。クレープジャージストレートパンツの丈短めを購入しました。最近のユニクロのパンツ、また下長すぎません？ということで初めて丈短めを購入しました。身長158センチで M サイズを購入です。ウエストはゴムで楽ちんなパンツ、とろみのある生地で夏は暑そうなので着ないかなと思いますが、それ以外は使い勝手良さそうなのでカーキを購入しました。というわけで着てみます。シンプルに無印の T シャツに合わせました。部屋着としても外着としても楽ちんで最強です。結局こういうコーデが楽ちんなんですよね。私はもう頑張れないよパトラッシュ。そんなこんなで最近のお買い物でした。はい、というわけで本日は久しぶりにユニクロでお買い物したので購入品をご紹介いたしました。いやー久しぶりに楽しかった。なんか安くていいものを見つけるとやっぱり楽しいなって思ってしまう関西人ですね。もう最近値段とかじゃなくて自分が気に入るかどうかっていうところの判断軸しかないのでね、なんかこの辺のバッグもガンガン使っていきたいなと思います。ちょっと洗濯機入れたらどうなるかも実験したいですね。あ、ただこれ推奨されているわけではないので、あくまで私がこれ勝手に洗っておりますので、あのうかつに真似はしないようにということだけお伝えしておきますけれども、バッグも革バッグ大好きというか、あの革を育てたいなっていうことで、なんかロエベのバッグをね、なんか丁寧に革磨いたりとかして愛用愛着持って使ったりとかしてるんですけども、どうしてもね洗いたくなっちゃうんですよねバッグねあんまりないですかね。本当にね服と同じように洗いたいですよねバッグもね。っていうことで、こういう安価なナイロンバッグは大変重宝しますね。はい、まあ、そんなこんなで本日はゆるっと購入品お届けいたしました。こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録高評価お待ちしております。いやもうねちょっと最近私いろいろ動画とかも含めて方向性お悩み中なので、なんかもう最近買い物そんなにしなくなってきたし、家の中も割とシンプルめ、だいぶ断捨離進んでおりまして、だいぶスッキリしてきたので、なんかどういう動画の方向性にしていこうかめちゃめちゃ悩んでるので、まあ、よろしければなんかコメント欄で何かあればコメントしていただけると嬉しいです。雑な振り。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。